このような形で進めていく上でですね、テレワークの進め方という話に具体的に入っていきたいと思います。ここまでがテレワークを阻む3つのポイント、端末のポイント、コミュニケーションをどうするか、情報をアクセスできるようにしよう、そのためにはクラウドに上げるしかないよねという話をしました。もちろんですね、クラウドが 100% というわけではないですよ。ここは注意しておきたいんですが、例えばセキュリティを担保したいと、金融機関さんの顧客情報、こんなものまでクラウド化する必要はなくて、そういうものは社内でいいよねとか、使い分けだと思ってます。便利さとセキュリティの使い分けで選ぶのが正しいと思ってます。その上で進め方に入っていきましょう。いくつか本日書いたんですけども、実際に経営者の方であればこれを見ながら社員さんを巻き込んでいくと、逆に、テレワークを推進しなきゃいけない部署任命された方であればこういったような準備を経営者の方とか社員さんと共有していけば必ず成功するもの、そういったような資料になっているのでお持ち帰りいただいて、この資料を使って進めていただければと思います。まずですね、進め方の一番としましては目的やゴールの確認がどうしても必要になります。例えばですが、クラウド化して何がしたいのと、例えば管理部門をどこからでもできるようにしたいので一部在宅ワークにしたいのか、全社員をいざという時に緊急で持ち帰れるようにしたいのか、業務の質を 100% 落とさずにリモートにしたいのか、それとも業務の質は落ちてもいいからクラウド化したいのか、顧客とのやり取りをリモートにしたいのか、そういったところのゴールを設定する必要があります。例えば製造業さんで言えば、工場長さんの、視点、例えば工場が何箇所かあったとして、その人たちが集まる会議をまずはリモートにしようと、不要不急な県内での工場長の異常をやめよう、こういうのがゴールであってもいいと思いますし、管理部門、工場系は無理だけれども管理部門系はいざという時に、災害対策できるようにしておこうなのか、ゴールは多分業種とか会社さんの規模、ミッションによって変わってくるので、ここを明確にしましょう。これを失敗するとですね、やっぱあれもこれもしたくなっちゃうので、じゃあ東京の、採用を進めたいとかいろんな尾ひれがついちゃうんですけど、まずグッとこらえて一番やりたいことを設定するのが大事です。で、2つ目にルールや就業規則の確認がどうしても必要です。就業規則にですね、場合によっては書いちゃってることがあるんですよ。本社何々町何々にて、主に勤務することって書いてある場合は例外になってしまうので、ここは社労士さんに必ず確認するようにしましょう。全社員がリモートワークできる規則にするもいいですが、緊急事態の時のルールを備えておく程度の改変でもいいかもしれない。これも目的に合わせて程度を決めるのが必要かなと思います。そうしましたら、丸3に運用体制を決定する必要があります。明日から従業員50人が全員在宅だって言っても当然みんな困っちゃうわけですよね。報告系統はどうなのか。リモートで働くときに誰に報告をするのか。場合によっては新しいシステムを入れる場合はそのマニュアルをどうするのか、テストをしてからリモートにするのか、いろいろなことが考えられるので、特に重要なのが責任者を決めることですね。各部門長ではなくてリモートワークや働く、こういったことに関する責任者を置いていただいて遂行することが大事です。要は、制度とか IT を入れればいいだけじゃなくて、ルール運用体制を決めるのが非常にポイントになります。で、一番最後にですね、実業に入ろうってなったらですね、ここも大事なんですが、必ずルールの周知から運用開始していくことをお勧めします。なぜならですね、やはり従業員さんによっては働く形が変わってしまうので、出勤タイミング、打刻タイミングはじゃあいつになるの、残業の集計はいつになるの、ルールが違うと不公平につながりますので、きちんとしたルールを周知することが大切です。このような形で進めていく必要があります。ただ当然ですよ、全部完璧にやろうとしたらとても大変なので、ここから進めていくお話は非常に即効性があって、企業さんの今の現状でも変えられる、そういった内容を今日はお話したいと思います。先ほど申しましたが、端末だけノートパソコンにすればいいわけではない、このような話でしたので、実際にクラウド化するとき3つの領域に区切って考える必要があると思います。上に行けば行くほどですね、難易度が増すと思っていただければと思います。
一つ目がまずはやはりコミュニケーションのクラウド化ですね。書いてありますように、例えば社内で LINE が使えたらなっていうことありますよね。例えば災害時に従業員の安否確認したい、電話がつながらない、つい LINE で聞きたくなるよねと。やっぱり便利なんですよね。そういったようなビジネスチャットというものもきちんと存在するので、こういったものを活用すれば、即効性もありますし、 LINE なんてのはどなたでもこう一度はね触ったことあるので、比較的導入も早い領域です。でもう一つが、そうは言っても LINE だけだと伝わりにくいときに文字や画像情報がないと進められないので、ウェブ会議システムというものも整えましょう。一昔前で言えばスカイプみたいなものがありましたが、今では道具も変わってきていますので、なるべく初期設定がいらなくて、どなたでも簡単に会議が始まるようなものを入れるのがポイントです。今申し上げたようにコミュニケーションのところだけでもクラウド化することができればですね、やはり先ほどの安否確認だったりとか、場合によっては社内に1回出社するんだけど、顧客企業とか取引先企業とのやり取りをせめてクラウドにしてしまえば、社外との濃厚接触は防げますので、出社はしなくちゃいけないですけども、変えることはできると思います。ここがレベル1ですね。その次にですね、情報管理のクラウド化というのが走るかなと思います。家で会議ができるようになっても、じゃあ会社の文書っていうのは会社にしかないっていうものを、クラウド上に上げていくプロジェクトですね。これはファイルサーバーというものを置き換えていくと思っていただければと思います。馴染みのあるもので言えば、ドロップボックスさんの提供するドロップボックスビジネスであったり、 Google ドライブって聞いたことあると思うんですが、ああいったものもですね、実は企業向けにですね、ちゃんとしたものあります。 Google ドライブビジネス G スイートとサービスがあるので、皆さんが無料で触ったことがあるサービスの実はエンタープライズ版、法人版というのがきちんとありますので、そういったもので真ん中は解消できるかなと思います。ただ最後にですね、じゃあワードがクラウドに上がったからといって自宅で決算書や納税ができるわけないですよね。そうなってくると業務のクラウド化というのがあります。ここはですね、クラウド会計、クラウド給与計算ソフトといったドンピシャな業務ソフトをやはりクラウド化していくことによって、どこでも作業ができるようになるという形になります。私なんかは全ての業務、ここに書いてあるも含めて、決算、消費税関係、勤怠、顧客との契約書、あとは社会保険業務みたいなものも全部クラウド化してますので、富山にいながら長野県の仕事が今日もできるという形になっています。当然難易度は一番高いですね。ですので、やはり一番このインフラとなる部分ですね、どれだけシステムを上に入れていこうと、コミュニケーションというものは一番最初に発生します。例えば今日のプロジェクトもそうです。クラウド会計を入れようと思った時にも、やはり導入においてはコミュニケーションがないと上のプロジェクトも進みませんので、一番下の基盤となるコミュニケーションのクラウド化に焦点を当てるのが今はいいと思っています。このような、まあ画像とか見たことある方もあると思うんですが、よくあるフリーアドレスみたいな形ですね。そのバックグラウンドに何が動いてるかって言ったら、Wi-Fi さえ動いていればいつでもどこでも、アクセス可能な働き方ができると。でこれは別に社内外関係なくという形です。当然ですね、セキュリティを考慮した設計も必要ですが、今きちんと正しく選べばですね、セキュリティを担保したソリューションもたくさん出てきているので、要は機能としてセキュリティ機能もふんだんにあるものもありますので、そういったところから選べば当然安全に情報にアクセスできるようになってきています。でまた左下にあるように、業務情報を共有して遠隔地でもやっぱり業務が進むようにしようと、こういうようなことができるようになるので、会社にいなくても会社のエクセルにアクセスができる状態になる。で右にありますようなチャットやウェブ会議のコミュニケーションですね、これはですね、パソコン同士でなくてもできます。片方がパソコンで片方がスマホという形もできますので、会議通話もできますので、スマホスマホスマホ、パソコンパソコン、タブレットみたいな感じで10人ぐらいで会議することもできますので、こういったの環境の整備っていうのも一昔前に比べたらね、一人一台スマホの時代ですから整えやすくなっているのかなと思います。イメージしていただきたいんですが、例えば主催者やどうしても会社に出社しなくてはいけない管理経営部長さんなどは会社からホストとして会議を企画して、
各拠点や取引先さんに対してはスマートフォンにアプリを入れていただく形で会議などができれば比較的スムーズにリモート体制は整えられるかなと思います。ではまず一つ目の重要な部品としてのクラウドウェブ会議システムの話をさせていただけたらなと思います。背景としては社員同士、まあ社員と書きましたが、さっき言ったように取引先さんですとか、そういった方々が、例えばですよ、社内にとか食品製造業の方とか特にそうです、そもそも立ち入りができなくなるというような状況の中でどう商談をするかってなった時に、やはりウェブ会議システムというのは必要になります。ただしですね、昔よく言われました、音質が安定しないからブツブツ切れてしまうとか、あとは映像が遅れてしまって会議が進まないとか、あとですね、1対1では意味ないと、複数人や複数の拠点つながないと意味がないと、一番下にあるのに、導入したいが初期設定が必要とか、あとは専用のマイクとかスピーカーを買わないとできないってなると、当然取引先さんすぐに準備できませんし、家に帰って端末があるわけじゃないのですぐに始められないという課題がありました。つまりですね、品質が安定してないと会話にならないので、品質が安定してで、かつ、どなたでも設定できるようになるべく初期設定が少ないウェブ会議ツールというのが必要になってくるはずです。まあ、逆にこれを整えていればマニュアルも最小限で済みます。そうすると解決としては右側のようなソリューションが今上がってきますね。一つ目が、Google が提供するハングアウトミートというものですね。一昔前はハングアウトと呼ばれたんですが、今ではブランド名はミートと呼ばれるものになってきています。で、真ん中にあるのが、これ結構最近も、あれですね、テレビとかで見ますけども、Zoom という会議サービスで、これは、アメリカの会社が運営しています。先日すごいですね、アメリカでこの Zoom という会社はですね、このウェブ会議システム1本でアメリカの、取引市場に上場を果たされた、最も成長しているウェブ会議ソリューションです。で、右端ですね、Whereby と書いてあるんですが、これ聞きなじみないと思うんですが、これもですね、結構伸びてきているインターネット会議で、まあ、正直いろいろ試すんですけども、速攻性といいますか、本当に初期設定がいらずにいきなり始められるスピード感はやっぱり一番すごいですね。 Whereby というサービスが上がってくるかなと思います。当然ですよ、スカイプみたいなものもありましたが、やっぱりその、ID パスワードでアカウントを登録したりとか、友達登録をしてから開始するみたいな一手間かかるものが多いので、ここに挙げたのはすぐに会議が始められることを重視しています。で、次にですね、先ほどの仕事でも LINE みたいなものが使えたらいいよねというお話をさせていただきます。書いてあります通り、私のお客さんでもですね、結構社内で野良チャットアプリが横行していることが結構あります。例えば取引先さんとのやり取りに Facebook メッセンジャーを使ってしまっていたり、あとは社員営業マン同士で LINE を使っている、これも全然いいんですが、これはシャドウ IT と呼ばれていて、影の IT、 経営者が管理をしないところで、民間の従業員が IT サービスを使っているというものがよくあります。当然ノーリスクではないですし、無料のサービスですので、データの健全性、安全性、互換性というところからもリスクがあります。こういった観点を解消するために、やはりビジネスチャットを使う必要があると思います。もちろん今言ったようなセキュリティの側面などもありますが、最初そもそもですよ、民間個人向けのチャットアプリというのは1対1での会話しか想定していませんので、ビジネスチャットにしていくとグループでのコミュニケーションだったりビジネス用の便利な機能たくさんありますので、当然ビジネス用を使う意味は出てきます。で、右側に書いている通り、解決としてはちゃんと、法人ないしビジネス向けのチャットソリューションを使いましょうというところです。例としては Slack というサービスですね。こちらもアメリカのサービスですが、先ほどの Zoom と同じで Slack も単体でこのチャットアプリだけで上場されています。それぐらい世界で急速に成長していますね。ソフトバンクが出資をしたことでも有名ですし、それをきっかけにですね、日本にものすごく進出してきてくれています。日本は現在スラックでは2番目に大きい市場と言われています。それに対して国内最大手がチャットワークさんですね。これも日本のマザーズに2000年ですね、チャットアプリ単体で上場されました。それぐらい信用性が高く、かなり大手の企業さんでも導入がされています。かなり
LINE の UI と近い思想になっているので、私もですねお客様に導入するとき LINE はすごくすぐ入るなというイメージがあります。さらに下に書いてある LINE Works というものですね、これもそのままですね LINE のビジネス版というものを LINE の関連会社さんが運営されているサービスになります。なんて言ったってメリットは LINE と同じ UI、UX これで使えるというのもありますし、場合によってはですね、LINE と LINE Works の会話みたいなこともできますので、そういったような連携性の高さでは非常にメリットがあると思います。ここの3社も先ほどもちょっと言い忘れたんですが、私が Slack さんとかチャットワークさん単体上場しているとか、 LINE さんだって本社自体は上場されているわけで、そこに重視しているのは一つポイントがあって、やはり上場企業というのは非常に監査が厳しいわけですよ。導入をする企業もチャットワークというサービスが大丈夫かってすごい気にされるわけですね。なので一つ、上場企業が運営しているというのは強みですし、彼らの顧客に上場企業がすでにたくさんいらっしゃるというのも、厳しい企業の審査をかいくぐって導入がされているということは、今日この会場におけるセキュリティの証明にもなるかなと思っています。でクラウドチャットツールの導入からと書いてありますが、もう少し詳細なお話をすると、当社では、全て使っていますね、使い分けております。スラックというサービスは世界中でもう100、1000万以上のユーザーさんが利用されてますね。で主に、IT 業界で最初は導入が非常に普及しました。 IT 業界で社内コミュニケーションツールとして進んできましたが、今はもう総合的に見てですね世界ナンバーワンのシェアを誇るチャットアプリになっています。やはり安定性もありますし、全ての端末から簡単に操作ができるのも魅力です。で2つ目が国内最大手としてはチャットワークさんというのがやはりありまして、こちらですね、会社の事例ページ後で見てもらえばと思うんですが、建設業とか製造業とか非 IT 業でも非常に実績のあるサービスになっていて、これも一つ検討していいと思います。で3つ目が LINE ワークさんということで、これは LINE さんが運営するものなので、私のクライアントさんでも実際に従業員さんかなり高齢で、ただ70歳の方でも LINE はすごく得意なんだよねとか、孫とやり取りされてるんだよねということから、入り口として LINE に似たアプリケーションということで LINE ワークス入れてる方も結構います。でウェブ会議のお話を少し延長でいたしますね。一つ目が先ほど申し上げた Zoom というソリューションです。最近見ない日はないですね。テレビで、ニュースの報道番組とかでウェブ会議の例というところで Zoom と画面内に書いてあることよく見ます。何よりもですね音質品質安定はやっぱりピカイチですね。技術的な仕様は少し割愛するんですが、やはり、簡単に始められる割に非常に音質がいい、途切れたことはないですね。私のお客様にすごくスペックの低いパソコンの方いたんですが、それでも、サクサク動くということで、こちらの安定性というのはもうピカイチだと思ってます。その次にですね、Google Hangout Meet というものもあります。こちらはですね、Google さんが提供するんですが、こちらも非常に音質安定していますね。で、何よりですね、Google のサービスの中の一つなので、Google アカウントをピッと持っている方であれば、すぐに使い始められる気軽さがあります。ただ注意としては、Google Chrome ブラウザでアクセスしていただく注意はあるかなと思います。で一番下のウェアバイというものなんですが、ブラウザウェブ会議システムとしてもともと結構ですね人気誇っていたサービス名がちょっと変わった変化したサービスですね。一度名称変更があったような形になります。こちらですね、実は Zoom というサービス音質いいよと言ったんですが、最初立ち上げるとですねちょっとしたアプリを入れることになります。まあそんなに難しくないです。自動でダウンロードが始まってちょこっとアプリが入る形になるんですが、一番下のこちらのサービスに関しては何もインストールが発生しないですね。なのでインストールして、保存配慮をして立ち上げてねっていう一手間なんですけど、それすらなくすぐ始められるので、とてもシームレスにストレスフリーに会議が立ち上げられるものになっています。もうワンアクションでも減らしたい場合はおすすめですね。まあ、ただ管理画面が現在まだ英語にしか対応してないので、ちょっとそこが嫌だなという方は避けた方がいいですが、どれもこの3つともいいソリューションです。実際見てみましょう。こちらが
一例としてチャットワークの画面を、拾ってきたものになります。これ今パソコンでアクセスしている画面になるんですけども、左端見てもらうと分かるんですが、製品開発プロジェクトみたいなグループだったりとか、あとは、全社アナウンスっていう箱があったりします。そうですね、 LINE とちょっと似てるんですけども、グループというものを作ることができます。例えばですね、全社通達グループ、ここは誰も発言しないでねって徹底しといて、総務部長さんが発信する部屋みたいに例えばしておくことができます。そうすると総務からのお知らせ部屋みたいな感じで使えますね。で、チャットワークの場合、スラックもチャットワークもなんですけど、いいねみたいな機能があるので、見た人はいいねボタンを押しといてねって形にすれば、例えば見た人見てない人の管理として使うこともできます。お知らせ部屋っていうのもやってもいいですし、私のクライアントさんでとある印刷会社さんは工場と営業部のやり取り部屋として使ってます。例えば納期の調整を営業さんが相談して製造部が返事をするというような納期確認グループみたいなものを作っていたりします。もちろんグループで会話することもできれば、ダイレクトメッセージ、直接やり取りすることもできるので、 A さんと B さんという通常通りの LINE のような1対1のコミュニケーションもできるようになってます。今パソコン画面ですけど、これがスマホ、タブレット、インターネット、ブラウザ、いろんなものでできるので、お好きな形でできます。実際に私も iPad とパソコンとスマホ全てでチャットワークができるようになってます。あと面白いところとしては、添付ファイルをアップしてやり取りもできますので、例えば本社の方がここにワードファイルを添付して、外資先の営業さんが見積書を見ると、そういった形の利用もあります。今はチャットワークの例で話しましたが、世の中のチャットツールの例としては、だいたいこういった構造は全く同じと思ってもらって大丈夫です。アイデア次第で様々なシチュエーションで利用可能でできますので、さっき言った工場と本社のやり取り、あとは介護の方で言えば現場訪問、介護の方で言えば訪問介護している方と本部の方のやり取り、製造業で言えば営業マンと工場のコミュニケーション、あとはですね、別に全社員全員に導入しなきゃっていうわけじゃないんですよ。例えば役員、部長、リーダークラス以上の人を導入して、役員会議とか部長会議というものだけ効率化するというのでも十分今回の件に関しては効果があると思います。従業員さん全員に入れるのはなかなか時間もかかりますので、役職者の方だけでも入れてコミュニケーションを楽にするのも非常に効果的です。当社の実際の社内の環境でちょっとまあ見せられる範囲で資料に持ってきているんですが、例えばこんなことでうちは使ってますね。個人個人のコミュニケーションでも使っていますし、あとはこういう面白いネタがあったよとか、まあ、勉強ヒヤリハットの報告だったりとか、知識の共有みたいなものでも使っています。当社社内ではこのスラックというものと、使って従業員とコミュニケーションしています。まあ、こちらがインフラになりますので、今作業進捗どうとか、困っていることない、もしくは右下に書いてあるような緊急事態時の連絡、今朝大雪だけど車で来れそうみたいなものは全社のグループに投稿してうちの社員が返事をすると、こんなやり取りをしています。当然ですね、情報量多い場合はチャットでは限界がございますので、ウェブ会議で行うのがよろしいかなと思っています。で、今はですね、後でしっかり見てほしいんですが、同時に10人まで行ける、100人まで行ける、いろんなサービスプランがありますので、会議のあり方、どれぐらいのことがしたいのか、1対1がいいのかということを検討していただいてやればいいかなと思います。ただ通信環境も非常に安定してきて、パソコンの性能も10年前よりは非常に上がってますので、同時に何人も入っても落ちるようなことはないのが大半です。ではですね、実際にテレワークになったらどういう形になるのかのイメージを持ってもらえたらなと思っています。冒頭から申し上げました通り、全員が100人中99人がリモートにしなければならない、こういうことじゃないと思うんですね。ケースバイケース、適宜必要に応じて不要不急な外出を控えるというのが大事だと思うので、今例えばという話をさせていただきます。例えばですね、一部の人材に関して、例えば時短の社員に関しては不要不急であると定義させていただいて、時短社員はじゃあ在宅でやってみようって仮になったとします。そうすると基本的なコミュニケーションですね、例えば朝
朝会議みたいなものがあった時に今日こんな仕事をしようねとか、これ進捗大丈夫っていうものを、チャットツールを使って確認を上司と部下の間で取ります。これも1対1の部屋ではなくてですね、部署単位のグループなどでオープンに行うことで、あの人こういう仕事を今日するんだとか、そういうことも確認することができます。で、基本的な単純個人作業はそのまま進めればいいと思うんですが、それ以外の会議だったりとか大きな進捗確認の場合はウェブ会議ツールと組み合わせてやればいいのかなと思っています。始め方も非常に簡単で、 URL は要はとあるリンクを発行して相手先がクリックしてもらえばすぐ会議立ち上がるような形になっているので、会議を始めるというような流れでコミュニケーションのインフラを整えるのがよろしいかと思います。まあ、今までと仕事の進め方は変わらないわけです。進捗を確認するとか、今日やることをリストアップするっていうのは日々の業務と変わらないことなので、それが遠隔地になってもいかに同じようにできるかということが今回の論点かなと思います。で、実際にどう進めればいいのって気になると思うんですが、今日申し上げたサービス全てに無料プランが必ず存在するので、試してみるというのが最も大事です。どれがいいのかを聞くというよりかはですね、今日話したものをそれぞれ1個2個3個4個ぐらいは試してみて、それで検証して自分の会社に合うものを探すのが良いと思います。ただここでどうしても失敗してしまうことが多いのが、目的を忘れてしまった場合ですね。別に、音質がいいものを探すってなってもですね、そもそも100人で会議をしないよねとか、ゴールによってはですね、非常にオーバースペックなものを導入してしまうこともあるので、ゴール次第だと思ってください。どういうコミュニケーションがうちの会社で合ってるのかな、どれぐらいの人数がやるのかな、関わる年齢はどうなんだろう、 IT に対する相性はどうなんだろう、そういうところからきちんと決める必要があります。